元皇居のエアコン担当の秋兄です。今回お送りするのはエアコンの上数表示に惑わされないでということについてお話をしたいと思います。エアコンの上数表示に惑わされないでっていうお話をすると、多くの場合ね、もっと低い上数表示でもエアコンは足りますよ、だから安易にお部屋の広さ通りのものを買わない方がいいですよというお話になるケースがほとんどです。特に YouTube の中ではそういう趣旨のお話というものが非常に飛び交っています。多くの場合それは当てはまります。もっと言えば高気密高断熱な家であれば、今カタログにね掲載されている上数表示よりも低いものを見繕っても問題ないケースはとても多いです。そういった意味では上数表示にね惑わされないようにするってことはとても大切ですよ。上数表示よりも低いもので十分足りるケースが多いですよという論調は一方ではちゃんと成立してるし正しいことなんです。だけど高気密高断熱じゃない住宅で、注文住宅のように窓が非常に大きいお部屋である場合っていうのは、安易に低い上数で大丈夫ですよっていう論調に乗っかっちゃうと非常に危険なんですよっていうことをここでちょっとお伝えしておきたいなと思ったんです。先日ね、うちのお客さんからちょっと相談に乗ってほしい人がいるんですっていうことで、まあ呼ばれていきました。そこのお宅は24、5畳ぐらいのリビングを持ってるお宅で、非常に大きな窓ガラスをねつけてあって、これは二重サッシじゃないです。通常の普通の1枚のサッシになってます。やっぱり入るとねちょっと暑いんですよ。でもエアコンはなんかピカピカのエアコンがついてます。先日エアコンをつけたはいいけど効かないと、うちのねお客さんのお知り合いの方は設置した方の工事ミスじゃないかと思ってるんだということで、まあ、いわゆるセカンドオピニオン的なね意見を聞きたいということで、まあ、呼ばれたっていう状態なんですよ。で見てみると14畳用のエアコンがついてる。だけどリビングは24、5畳ぐらいあるようなお部屋だった。じゃあなんでこの14畳用のエアコンを選んだんですか、どなたが選んだんですかって言ったら、まあそのねお客さんが14畳用で足りるという話を聞いたからこの機種を選定したっていうんですよ。これどなたから聞いたんですかって言ったら、ネットで情報を集めた。まあネットではもう14畳のエアコンを買えば24、5畳のリビングでも足りるって言ってた。だからその機種を買って取り付けしてくれる人に頼んでやってもらったんだと。ところが効かないっていうわけですよ。さあ何から話をしようかと思うんですけど、まずその14畳用のエアコンっていうのがそのメーカーのスタンダードな機種、いわゆる一番お安いグレードの機種なんですよね。同じ14畳用といってもそのメーカーの省エネ機種と比べると、でやっぱ冷房の能力で 1.2 倍、暖房においては 1.5 倍の能力の開きがあるんですよ。同じ14畳用と言ってもね。問題はその家が築30年以上経ってるお宅で、さらに先ほど申し上げたように大きい窓がついてて日光がすごく入り込んでくる、めちゃめちゃ日当たりのいいお部屋だったんですよ。でさらに聞いたら、通常エアコンが効かないから床暖房で冬はやってるっていうお部屋だったんですよね。でそう考えていくと、確かにねエアコンのカタログを見てみると、例えば6畳、8畳ね、10畳、14畳、18畳、20畳ってこう、それだけでも6段階ありますよね。だけどその6段階の機種っていうのはおおむね大体3つぐらいの温度帯のグループに分かれちゃうよね。だからあんまり大きいものを買わなくても、ちゃんとカタログを見れば大体数字が変わらないもので低いものを買っておくと非常にね無駄な買い物をしなくて済みますよっていうお話と、それと高気密高断熱な住宅を買っておけばそれが担保できますよっていうお話がセットでこう流れていってるケースが多いと思うんですね。問題はさっきから申し上げているんですけど、同じ14畳用でもグレードによって冷房能力、暖房能力のスペックが違うんですよ。なので14畳用なら大丈夫って言葉だけが一人歩きをしてしまってるっていうケースがやっぱ少なからずあるなと思っています。なのでまず皆さんがお住まいのお部屋なり建物が断熱性能が高いのか低いのか、それと窓のね大きさだったり、あとは二重サッシかそうじゃないのかとか、いろんなことの要因がちゃんと積み重なっていって
初めて定数の低いもので対応ができるんだっていうのが、まあ、基本的な考え方なんですよっていうことをまず分かっておいていただきたいんです。それで断熱性能がね低い家だったり、窓がとっても大きくて外気の影響を非常に受けやすい家だったりするときには、その14畳用がいいんだとか14畳で大丈夫ってものを脇に置いて、ちゃんとその畳数に見合った能力のものないし、その能力に見合ったグレードの機種をちゃんと選ぶっていうことをやっていただきたいなと思います。じゃないと結局ね、そこのお宅も朝と夜は冷えるんですよ。つまりエアコンは冷房の仕事をしてるんですよね。だけど日中に窓からさガンガン入ってくる熱に対しても負けちゃってるっていうのが現状なんで、その設置した方のミスではなくて、ちょっと取り付けたエアコンの能力が低いと思いますよっていうお話で終わってしまった。まあその方はね、結果新しく入れ替えをするのかどうするのかってことはちょっと考えてみるっていうお話でその日は終わったんですけれども、やはりちゃんとねご自身の住まれてる場所とか地域性だったり家の向きだったり家の性能だったりっていうものをちゃんと把握した上で、定数からね外れた機種選定をしていくのであれば、その上でどういった能力のものを入れたらいいのだろうかとお考えいただきたいなと思います。本当ね、各ご家庭ですごく条件が変わってくるので、その地域の方に相談をするとか、実際にその建物を実際見てもらって機種選定をするとかいうこともとても大切なことになると思います。今回定数表示に気をつけてと言ったのは、安易に定数の表示通りに買うと高くつきますよではなくて、低い定数で大丈夫という話だけを鵜呑みにして冷やすターゲットのお部屋の状況、お部屋の性質を理解していないと痛い目見ちゃうケースありますよっていうことが、やっぱりそういう失敗例っていうのが結構今増えてきているので、そのあたりをちょっとね気をつけてエアコンの機種選びをしていただきたいなと思いました。これからね夏が終わってくるとエアコンの価格も少し落ち着いてくることが考えられます。またこれから秋になってくると、もうねあっという間にね、これもう2023年も後半ですねなんていう話から、それから暮れですねなんてなってくると、もう2024年のモデルの足音が聞こえてくるようになるわけですよ。そうなってくると本当にこれからじゃあ来年以降に向けてエアコンをどうしようかということをお考えになる方も増えてくると思うんですが、その時に気をつけなきゃいけないのは、どういうエアコンを選ぶのか、そしてそのエアコンを選ぶ根拠としてどういった空間、どういったお宅を冷やしたり温めたりするのか、少なくとも今ついてるエアコンがあったら、そのエアコンの機種を調べて、そのエアコンの冷房能力、暖房能力を調べて、ああこの能力だったら最低限足りるんだなっていう、まず最低限大丈夫だっていう担保を取った上で、いろいろとお調べになっていった方がいいんじゃないのかなと思っております。冒頭申し上げたように、同じ14畳用でもスタンダードな機種と上位機種では能力が2割から5割変わってくるケース本当にねあるんです。なので入れ替えをするときに、いきなりグレード落とそうありきではなくて、今どういったものがついてて、そして現在足りてるのか足りてなかったのかっていうことを把握した上で、きちんと精査していっていただければ、そのお部屋にね合ったエアコンをコスパのいい状態でお買い求めすることもできると思いますので、安易に乗っからない、そしてご自身の空間をちゃんと見つめ直すっていうことを気をつけて選んでいただきたいなと思います。なるほどな、気をつけてみるよと思っていただいた方は、ぜひチャンネル登録、そしての方をしていただきたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。元皇居のエアコン担当のアキリンでした。それでは失礼します。家庭用エアコン、業務用エアコンのお問い合わせについては概要欄に貼ってありますサイトをご確認の上、メールにてお問い合わせください。